はい、こんにちは、朝日です。今ここはボスニア・ヘルツェゴビナのチャプリナっていう町です。また再びクロアチアには行く予定なんですけど、最後ボスニアで行きたい場所を巡ってね、違うところからクロアチアに入っていこうという流れになってます。ほんで今日はクラビカの滝っていう、ここから10キロぐらい離れたところにある自然保護区、それに行きたいと思います。写真で見る限りね、クロアチアの自然遺産のプリトビッツェ国立公園、それのちっちゃいバージョンかなっていう予想なんですけど、まあね、こういうのは写真より実物見てみないとわからないので、行ってね、どんな感じなのか皆さんに映像でシェアできたらなと思います。それでは行ってみましょう。来ました、クラビッツァの滝です。うわ、早く行こう。Are you gonna swim? Yeah, from now. How did you come here? By car? Yeah, by car. Yeah. Nice. How long was the trip? Yesterday I was camping at Chaplina. Yeah. It's close. It's close from now. Close, 10 kilometers away. サラエボで同じホステルやったベルギー人がボスタルでまた再会してたんですけど、たまたま偶然ここでまた再会したっていう。じゃあ泳ぎます。ボスニアのコーラ、名物らしいです。うん、薬っぽさが強い。もっと昼間の暑い時間に来ればよかった。まあでも楽しかったです。ということで、今からまたちょっとサイクリングしてクロアチア国境の手前まで進みたいと思います。はい、ちょっとね、前回の絵から飛んでると思うんですけど、ここは、ゴリカっていうクロアチア国境手前のほんま3キロぐらいの地点なんですよ。今日はね、動画編集の一日にしようかなと思ってこのカフェに6時間ぐらいいさせてもらったんですけど、そしたらね、地元の人たちが集まってきて、なんかお前の豆がみたいな感じでね、参加させてもらってます。もうこれ5杯目ぐらい、めちゃめちゃフレンドリー。あと今夜の8時なんですけど、クレスカビッツァっていうね、ユーゴスラビアで定番のハンバーガー配達してもらってる途中です。最高かよ。ありがとうございます。おお、っていうかクリスカビッツァって、これパンなしの方やった。茹でて全部揃えました。めちゃめちゃうまそう、ピエスカビッツァ。あ、バラ、ありがとうございます。いただきます。
おはようございます。ぐっすり眠れました。それじゃあ準備してクロアチアに移動します。あースバハラ、あーイモツキアンスプリット、イモツキスプリット。チャオ、Thank you。 ありがとうございました。それでは目の前もう300メートルぐらいが国境検問所です。もうそのための渋滞ですよね今これ。まずはボスニア出国審査。どうだーん、まだ。どうだーん。This one?グラッド・イモツキ。はい、イモツキっていう町に入りました。ほんまは昨日の夕方にはカフェを出発してクロアチア来る予定だったんですけど、まあすごい楽しい一夜だったんでね、キャンプもさせてもらえてありがたいですよ。で、一番演奏以来でチップを投げ銭もらったんですけど、もう僕がボスニア最後の町、ここでボスニアのお金使い切ってクロアチア行くっていう状況をね、皆さんが理解してくれてというか、めちゃめちゃ大量のチップもらってるんですけど全部クロアチアの通貨っていうね、気遣いめちゃめちゃ優しいですよということで今日の動画は以上です。これからはクロアチアの海沿いに戻って北上していく流れですね、はい、ポーランド目的地のねベースを取りに行くっていう、そこが今のゴール地点なんですけど、なかなかにまだ距離があるので、今8月中旬です。まあ、冬が来るまでには必ずそこには行きたいと思います。ご視聴いただいてありがとうございました。また次の動画で会いましょう。さよなら。